時間もみんなない中でありがとう集まってくれて。うん。疲れ本当。タノンさんの意見を要約すると、ニーズが生まれる、まあ、ギャップを生み出すとか、見せ物小屋的なアホを振る舞う、うん、東京に行くっていうのも一種のニーズが生まれるための施策として多分言ってくれてると思って、あ、まあ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 、東京に行くっていう選択が一個あって、とは別でニーズが生まれる方法が他にもあるよね、つまりニーズを生み出しなさいよっていうタノンさんの助言、うん、だと思ったね。まあ、俺もパッと思ったのが、一番最初に言われてたのが、その、需要のないことをやめることっていうか、うん、おっしゃる通りかなと思うところやし、それプラス、カノさんの言葉的に、俺は一般的な、うぞうむぞうになったら埋もれちゃうよっていう、なんか、警鐘も一つあったのかなと思って、しゃがまらんなりのっていうところと、あと、ニーズっていうのを掛け合わせたのは、やっぱ今後もやっていかないかな。やっぱり人と同じことやっちゃダメなんやなっていうのは、すごい、ぐさっときたね。そういうこと言ってたもんね。まあ、もちろん、そのトレンドに乗っかるとかも大事だと思うけどね、自分なりに強みやったり、ポイントっていうのは、今後絶対作らないといけない、でそれをニーズっていう形で探さないといけないっていうのはすごく身に染みたって感じでしたね、昨日の話を聞いて、うん、今のご時世伸びにくいともすごい言うとったし、人がやってないことやらなきゃいけんっていうのは言うとったやん、うんうん、まあ、だからこそってところかな、うん、少ないながらも一応2万人っていうあの人たちが登録してくれたのは、まあ、今まで誰もやってなかったその高知県っていう、あの子から回っとるけん、あの目小屋見ながら喋るんやめようや。いや俺はもう寝る寸前のいつものチャー会議やと思ってるけども、ああ動画回しとると思ってないけども俺は、ね、いつももっとシャキシャキしてるやろな。そうだよ、なんで今日に限って特に逆になってるやろ。誰もやってなかった高知県っていうところを推す YouTuber ってのはおらんかったから、うん、とやったっていうので興味持ってくれた人が2万人だったって感じ。なんかその理屈で言うと、茶釜らも高知、四国パンクさんは愛媛、瀬戸内サニーさんは香川やんか、うん、結構それぞれで今もうパイを取っとるというか、もうそのお客さんは結構固まってきつつあるけど、そこでサニーさんやったら若者インタビューみたいなので行こう、まあ、武器というかが強みとしてあって、で四国パンさんやったら男女っていうグループのキャラを生かして伸ばしてるみたいなので、やっぱ俺らにもなんか一個強みじゃないけど武器みたいなでことによって差別化をすれば、高戸と仁の言うそのうぞうむぞうにならなくて、茶釜らのこのコンテンツだから見るみたいな、呼ばれるかなと思った、ね、それはやっぱり俺はコーチに頼らないものでやらんともうダメだと思う。なんか多分ね、やっぱコーチのファンっていうのはコーチのことあげんくてもつくんよ。だってシコパンさんだって別に愛媛のことあげてない、サニーさんも別に香川のことめっちゃあげてるわけじゃないけど、地元だからなんとなく噂って広がるんで、ね、だといいと思うんだよね。例えばタカトだったらバイク好きやん、うんうんうん、でタカトのバイクに絡めたことをやればバイク乗ってる人たちとか、うんうん、バイク動画見るの好きな人たちのニーズを獲得できる。そうやね、っていうのは俺はすごいあると思うよ、うんうんうん、俺思うんやけど、もちろんニーズがあることをやり続けるのはすごい大事やなって思うけん、まあ、今模索の時期っていうのは分かっとるんやけど、もしいろんなことを試しとって、まあ、あることが当たりましたと、でも多分そのあることが当たったら、その当たったことをずっとやり続ける YouTuber になったら、多分ファンがずっと継続継続的についてきてくれるとは思うけど、この当たったあることが継続的にできないようなことだったら、うん、多分それだったら意味がないんかなって思ったりもするんよ。なんか自分たちが継続的にできることでコーチっていうものを上げ続けたから、多分コーチに特化したチャンネルでパイ自体はちっちゃかったけど着実に伸びてはだけど、それが全国区になった時に多分継続的にできることっていうのが自分は大事な気がして、間違いない。自分たち4人が好きなことをバラバラに何か試してみたら、4つのことをやっとるチャンネルになってしまってもファンがつきにくいけん、例えばもうバイクやったらバイクに特化して4人とも例えばバイク乗るとかの方がいいんかなって、一貫性ってことか、それもあるよ、ね、そうそう、一貫性はすごい大事かなって思うけん、ここで俺が思うのが、やっぱ4人ともアニメめっちゃ好きじゃん、うん、まあね、あんま知られてないと思うよ、めちゃくちゃ実はみんなアニメ好きだけん、うん、タンの飯よりリゼロが好きよ、ほんとリゼロ大好きじゃん、タカト、うん、大好き、でも多分結構全動画見てるぐらいのファンじゃないとタカトリゼロ好きって多分知らんや、うん、だけん俺らってカノンさんからも言われたし、この間電話して大地さんからも言われたけど、やっぱみんな結構ビジュアルがいいけん、めちゃくちゃこれからもかっこよくなるがって、俺らはもうむちゃくちゃかっこよくするが、あ、そう、いや、もうただでさえみんなすごいかっこいいよ、すごいかっこいい状態なんやけど、もっとビジュアルめっちゃかっこよくして、それででもそれだとかっこいい男たちがアニメを語るって、まあ、これちょっとしたギャップになる、でももう一個ギャップがいると思うよ、これふんどしを履くだって全員で、あれめっちゃかっこいい男たちがふんどしを履きながらアニメを話す、室内、室内だね、ん、室内、東京でこれをする、東京のど真ん中で八甲、八甲で、あのワンちゃんわかる、どうぞ、わかるよ、一個の渋谷のところよね、そう、待ち合わせ場所になったら八甲の前で語る、
とか、たどり着く前に捕まるんやない？全部盛り。全部持ってみたけど。全部盛り企画。人的にやっぱダメか。むずいよね。やっぱいや、俺的には、そこにもう一個いるね。たとしても呼ぼう。たとしても。足引っ張んなよ、本当そうね。お前、プロ野球選手、ロートザラス引っ張るな。りょうの言う通り、各自が好きなものよりかは全員共通にしてて、継続できるものがいいなって。例えばじゃあ、カノンさんとのコラボ動画はやっぱ案の定5000再生以上今言ってくれとって。うん。で、なんと、あの動画だけで100人ぐらいフォロワー、視聴者さん増えて。ありがたいね。そうよね。一気に増えたよね。一気に増えた、ほんと。カノンさんのおかげ。そうなんですよ。でもこの理屈で言うと、カノンさんと動画撮り続けるのって、現状難しいやん。そうやね。だから、継続性のあるもの。で、かつ、俺らがやってて嫌ではない。例えばテラパンはタバコあげてても嫌ではないやん。あの人たちは好きやから。確かにね。まあ、確かに。そういうところの組み合わせを試行錯誤していくことが一個ニーズになって、で、うん、カノンさんが言うもう一個ギャップっていうところでなんかこうなんかいけると思うんだよね。深く考えて。さっきカノンさんが動画で申し上げた結局俺らに対して深みをつけるってことよね。この人たちどういう人か知りたいって思わせることよね。うん、そういうギャップで。確かに。まあ、何が近道なんやろな。確かにな。ちょっと煮詰まってきたし、ちょっとじゃあ別の議題にするか。うん、でカノンさんが言ってた東京に行った方がいいですよっていうのは俺は結構大賛成で、はいはいはい、長い意味じゃなくてまずはとりあえず一泊二日でもいいから。俺は結構単発ってことね。とりあえずはそう単発なんだけど、うん、一泊二日とはいえさ、朝到着して一日取って夜は泊まるか誰かに泊めてもらうかして、それこそ大将の家メンバーで上がり込ませてもらったみたいな。良さそう、確かに。で、2日目撮って、で、夕方帰ったりすれば、まあ結構長いこと撮れるっちゃ撮れる。うんうん、3、4本ぐらいは撮れるかな。しかもそれで渋谷の真ん中に行って、何するかはちょっとまだ分からんけど、ちゃがまらんみたいなことをやったら、そっちの方がいいよってカノンさんから言われたのは、まあ確かにそうやなって俺めっちゃその、突き刺さったし、今の視聴者さんも絶対コーチの人だって、東京の動画上がったら見ると思う。うん、で、コーチじゃない人たちも東京の動画見るし、東京の人も東京の動画見るんよ。つまり、見てくれる可能性は絶対上がるんよ。まあ動画の、絶対サムネとか値段にもよるけど、チャンスは絶対何倍も広がると思うけん、それをとりあえずやってみて、やってみてまた見えるものがあったらまた行けばいいし、見えるものがなかったらまた考え直せばいいし、何か新しい一手として東京にみんなで行って4人で撮るっていうのは、俺は先輩からもらったアイディアとしてはすごいありかなって。でもまあ何するかとかはまだそうね漠然とはしとるけど、とりあえず行くことに意味があるんじゃないかっていうことで、ね、でじゃあ俺らができることって、田舎民が東京の原宿行って最初のリアクションがどんな、うん、なんかその最近さ、あのホームレス60歳のホームレスのおじちゃんが億万長者になるまでの物語みたいな YouTube チャンネルがあるんよ。うん、ほんとホームレスの人に密着してやるんだけど、うん、初めてホームレス初めての USJ みたいな、そこまでのフックはない。うん、ある高飛びたことあ見たことある、うん、あるある。そうなんか若干バズっ、まあだいぶバズっとって、それでギャップやん、ホームレスがすごいいいところ行くみたいな。うん、まあね、興味惹かれるわな。確かにそのキャッチフレーズだけで興味惹かれるわ。そのキャッチフレーズだけで興味そそられるところが強いんよね。うん、田舎民が初めて原宿で1万円やると何に使うのとかはちょっとだけどギャップとしてあるんかなとか、まあフックとしてあるんかな。まあ弱いけどね。そしたらみんな裸の大社の格好して原宿行くとか。ああ、そう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 。なんか捕まるスレスレのところ、まあでも裸の大将はまだ捕まらんもんね。裸の大将絶対タンクトップやもんね。誰も似合わんけどね、そのフォルムの人おらんから。でもそれだとそのカノンさんの恥を晒すじゃないけど、見せ物効果的にいいんかなとも思うし、うん、まあでもそれを取るってことは、まあでもあくまでもあれか、試してやってみるっていうだけやから、そこで当たったら俺たちはもう東京で過ごす田舎系 YouTuber になる可能性も見えてくるってことだね。東京でどういうのがバズったかによっても、じゃあちょっと中四国でもできるなとか、うん、大阪に行ってもいいやんとも思うし、うん、カノンさん曰く大阪も違う、東京行きなさいっていうふうに言われたんやけど大阪ともね、関東圏は全く規模が違うもんな、ね、そうそうそう、うん、全然違うって、やっぱ関東圏が強いですっていう、うん、まあ量も言った通りコストとお金もかかる話で、やっぱりある程度仮説をもうやっぱトライアンドエラーじゃないけど、うん、そのトライの部分を何個か持っていって、東京だからこそ試していれるものっていうのは多分何個かあると思うし、まあそういうのを有効活用して結局自分らの武器を見出すっていう面では行ってみる価値はあるのかなとは思います、うん、本当。一番多分視聴者さんが気になっていることって、やっぱじゃあちゃがまらん東京行くのってことだと思うんよ。うんうんうん、で現状東京にいきなり行って活動拠点東京に変えますっていうのは、まず経済状況的に俺的にはまだできんのよ。これはっきりできない、うんうん、まあ、それは絶対できない。でカノンさんにもそれを言ってて、でも、うん、短期で行く
とかはできますし、ひとしも高知に家庭があるけん、行くやったら僕だけになるかもしれない。短期とかその数1ヶ月とかで行くにしろ僕だけになりますしとは言ってるんだけど、いきなり東京っていうとそのなんかこんだけずっと応援してくれてる人たちの、高知で応援してくれてる人たちを捨てるんか的な見られ方もすると思うけど、俺は全くそういうつもりはなくって、かも、むしろいや引き続きマジでもっと応援しがいのある YouTuber になるよっていう、なんかそれを見せるためにも、タカトの言うトライアンドエラーをするためにも一回東京に行って、何でもいいから何かを得て帰りたい、俺にとって宝になるような何かを得て帰りたい。だから行くから、チャガマラン東京行っちゃうのっていう人たちは、ちょっと、ショックを受けたりするのは、ちょっとやめてほしいじゃないけど、そんな、恩知らずな奴らではないですよっていうか。まあ、いやけど、それこそいろんな人が言われるやんか、このままでやばいぞとか、登録者もいけないぞとかって、他の YouTuber さん、この前の青木ファンノさん含めて言われるやんか。まあ、そんな死ぬほど本人が一番分かっとんのよね。で結局それって今まで現状通り動いて結局こうなってるわけで、何か一つきっかけ変えるものっていうのはもちろん必要っていうのはすごく理解はできる、ただノープランでは絶対行くべきじゃない、コストもお金も労力もかかる話はいいっていうことだよね、まあけど本当に何かやらんと変わらんっていうのは正直本当に思う、この今の現状がすごく怖い自分としてね、てかまあ悔しいわな、確かに悔しい。カノンさんとのコラボ動画の概要欄に書いたんやけど、この間会議でこれだけ頑張っても報われないのかって、まあタカトが言った愚痴をこぼしたっていう風にも書いたぐらい、まあこんだけ頑張っても結果出らんかと思ってる自分たちはやっぱおって、それを何か変えるためにきっかけをカノンさんがくれたって思ってて、それはもう行くでいいでしょ。まあぶっちゃけ始めると土地でめちゃくちゃ怖いところはあるんやけど、撮影しやすいのかできるのかとかっていう不安もあるけど、まあ何か変えるっていう部分に関しては賛成です。本当に4人でめちゃくちゃ人がおるとこでもういつも通り立てて頑張らんってやっとるの楽しそうよね、すごい。多分だけど東京の人だって気にせんもんね。それもあるね。こんなしょっちゅう見るんやろな、そういう人だって。だって他の YouTuber さんの見よってもマジで大声でオープニングとか撮っとるけど、本人らも気にしてないし、周りの人らも素通りしとるもんね。そう、良くも悪くも人に興味ないんよね、東京の人たち。じゃあ結論としては、もうちょっとみんなで、カノンさんから言われたアドバイスをしっかり頭に入れて、ギャップ、ニーズ、そして恥をさらしてでも、なんか見せ物に なるという覚悟は多少持ちつつ。あ、もちろんそれは好き好みあって、それをやること自体が成功とも俺は思って、それをやって突き抜けることが成功とも思ってないし、各人間そこに関して得意不得意、もちろん俺とひとしは、俺なんて落ち武者に なることもできるし、ふんどしだって別にだけなれるんだけど、まあ、タカトとリョウはそういうの恥ずかしいと思うのも人として当たり前やし、いやタカトとある時はなるよそりゃ。いや買ってきたらダメよ、ちゅん、ほんとにそういうの、まあ、いやでもひとしそんなこと言ったって、タカトとリョウはやっぱふんどしなるの難しいって言うよ。俺はちなみに結婚して子供3人おるけどふんどしなるよ。確かにね。まあリアルなところを言ったら、会社での立ち位置をね、それが知れた時の堂々と俺はふんどしで外歩いてるんですって言った時に、そっか応援するよってなる確率がちょっとガクッと減りそうやなっていう懸念よね。働きづらくはないそうやね。まあでも、まあ、見損なってよって寮にそんなことを言ってくるやつらは寮の人生は担保してくれんきね。まあ一応会社だけん多少の担保はあるけど、いや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 、業績悪くなったらすぐ捨てるぞ、従業員を捨てるぞ会社なんて。そう、寮の会社の人たちは寮の人生どれだけ担保してくれるか分からんけど、少なくともこちら側はまあちょっとは担保するけんさ。ありがとう。あ、担保弱いな。あれやろ、一緒に泥水すするぐらいやろ。あ、そうそう、担保弱かったすごい今。あ、でもね、そう、そんな感じでやっていこうや。企画についてはおいおい話すとして、まあ、東京に行くっていう選択を取るのは何をするか、いいなって思うものを見つけた上で、もうせっかく見ならマジで準備を本当に怠っただけだと思うんでね、ここで最初の試しとして一旦1泊2日でっていうのはそのやりやすいそうよね、それなら。けどそこで逆に分かるんじゃない、ほんま東京でやった方がいいのかも含めてやし、逆に東京じゃなくてもいいじゃんって思えるのかもどうかっていうのも含めてね。まあ、そうやね、そこはずっと気になってた、俺らは東京向いとんか、全員が東京に行けばいいものなのかどうなのかっていうのは。いやでもやっぱ1個東京に行って、今見てくださってる視聴者さんとかが、おちょっと新しい試みやってるなっていうので上がってくれるんじゃないかなっていう嬉しさはある。俺らも期待はある。
うん、いやそれはそうやと思う。本当に見てる人も刺激を与えれたらというか、うん、新しい面白みを届けられたら嬉しいね、うん、やしうぞうむぞうになる危険性とか、東京行ったところでただ目的もなく行くだけだったら絶対何も変わらんっていうのも分かっとるけん、うん、行くまでにやっぱ全員で今までの動画でどこが良かったかどこが悪かったかとかもちゃんと見て、どこが強みなんだろうとかも分かって、でそこを含めた上でじゃあ東京で試すっていう、まあ、何より東京ってやっぱ人もおるし、であのチェーン店だっていっぱいあるし、そういう利便性も絶対あるが、まあねまあね、それはそういうのとかも含めて責任が違うよね。うん、だってあのさ、タカトの調子悪いと思ったの俺だけ、ちょっと電波悪くない？タカトはちなみに、ほんま、あのすごい画質悪くなって、なんかそれすごいモヤモヤしてる。確かにタカト、今スイッチオール、今スイッチオール感になって風呂場。え、そんなレベルで、うん、そんなレベルで240p ぐらいで、360p ぐらいかな。いや、高度 72p ぐらい。やば。そんなレベルで。144のさらに、さらに内番。俺なんか言おうと思ったのに、高度の画質の話忘れた。はい。何やったっけ。お前、ほんまに映れる顔してないぞ、今。やばいね。ひとしの画質が下がればよかったのに。企画の幅も広がって、すごい、なんか、楽しそうよ。いやまあシンプルに絶対楽しいんよ、うん、それだけは間違いない。まあね、ちょっとこれ、まあ、強いて言うならコロナが怖いぐらいやけど、まあ、それは、まあ、そこはそこは感染対策をしっかりして、まあでもちょっとカノンさんの言葉を聞いて、あのマジで俺らなりにもっと考えて、ギャップニーズ、そして東京に行くことはもうやろうって決めたし、うん、葉っぱかけてもらったって俺はすごい思ってるから、アンチの人にもいっぱいついてもらおう。そうね、やっぱアンチの人も作るような活動もしていかないかんと思うし、それぐらいちゃんとあの何してるかが振り切れてた YouTuber になると。本当今思った、本当アンチがつきづらいっていうのは何してるかわからんからアンチもつきづらいんやろ、うん、こいつらのこの活動が気に食わんっていう、この活動があんまないんやろ、なんか振り切ってないというか、そう振り切ってないけんついてないの、アンパイを言っちゃうとやっぱり敵も生まれなければ熱狂的な味方も生まれないっていうのがあるから、うん、あでもこれがなんか不思議なことに、でもなんかすっごいずっと見てくれてる人はおるよね、ほんとね、ありがたいね、ほんまに、うん、恋しよしさんはおるからありがたい、うん、たちにもいつも笑ってもらえるように頑張ろう、うん、うわ、うん、ポリゴン言ったわ、こんな変な顔、その人たちにもっと革命を起こしてる姿も見せたいし、その人たちとちゃんと会える機会を増やすのも、お金があればファンウェイベとかもっとできるやんと思って、オフ会もできるし、もっと高田と亮が帰ってこうさせれるような環境になればもっといろんなこともできるし、全部やっていくために頑張ろう、頑張ろう、うん、でとりあえずここまでいっぱい話したけど、9月は1回軍資金作ろう、うん、ちょっとお金を生むときましょう。そうなんよね、これがちょっとえってなるかもしれないですけど、もともと9月は高知トリップを週2本投稿で、チャガマラン週3投稿を週2に落として高知トリップも大事にしていこうっていう風になったんですよ。 あまりにも本当に生きていけないぐらいお金がやばいことに気づいたもんね。そ う, う, そう、一旦9月はお金をちょっと生み出して動きをしてから、多分10月ぐらいになるのかな。じゃあ遅くなったよね行くのがね。でもそれね、そうなんよ、だけなんか見どころやね、お金を生むように頑張って動くけど、まあそれまた話そう、ちょっと、うんうん、そうやね、それはもう会って話そう。そうやね、うん、まあ、とりあえずその報告ではあるよね、1個9月はちょっと動き方をこっちに変えますって、ちょっとだけシフトします、うん、これ言ったかと変なこと思われるから、本当に。そうなんよ、気合入っとんのか入ってないのかどっちなんやねんってなるから。そうそう、なるから、これだけはでも前から決まってたんだよね。てかまあ決まってない人もそう浮かんってやばいよ、お金が。あ、そう、やばいやばい、頑張っていきます。頑張ろう、はい、そうね、今週末の撮影も楽しんで頑張りましょう、うん、よし頑張りましょう。じゃあ、ね、最後はみんなで気持ち一つにあのポーズで締めますか。頑張っていくぞ、おーのポーズで締めましょう。あ、オッケー、いいよ、頑張っていきましょう、おーのポーズか、 あんまり聞いたことないけど。じゃあ皆さん頑張っていきましょう、おー一人だけジョジョの人がおる。お前、なんやそれは。ハイウェイスターか、お前。おい、ちょっと。静止画。おい。最近ジョジョ。わからんわ。ダンスか。なんかヨウスケ。ああ、ジョウスケか。わかった。アニメはみんなで、みんなで見よう。同じタイミングで。この構図が良くないわ。しんどいわ。しんどいわ。2で、2頑張って、2ポカーンやけん。4喋って、視聴者置いてけぼりにしよう。できるで、おやすみ。自分らだけが楽しいってことやろ。おやすみ。じゃあね、はい、おやすみ。はいよー。また。